手だけつけとけばいいのか、うん、あれそんなつけなんだこんな俺が支えてるみたいな感じになってますけど楽しみですこれから。僕がですけど、思うにというか、こうだったらすごい面白いなっていうのは、僕とはじめ以外が全員いなくなって、僕らじゃないですか、それが。でもそれが君らじゃないから、その一人称がリナになるのかっていう、他の人たちが最愛じゃないのかっていう、まあ最愛なんで、最も愛してるだから、誰かを愛してないっていうのじゃなく、一番に愛してる人、君を殺してしまった僕らなんで、リナを二人の手で殺してたら、この題名がすごい成立するなというか、逆にそれほど多人数に愛されてるキャラクターっていうのが、まあレイはじめリナのどれかなので、まあ、そこで僕らになると、でも僕らだから男と男だったら僕たちになるっていうのもあるし、なんかそこの3人なのかなっていうのはすごいあります。僕らは本当7人全員なのか、それかはじめとレイなのかな。2人はじめのレイ、はじめとレイの2人が僕らであり、どちらかが君なのかなってどうも考えてます。だから正直君ってのがあんま全然予想がつかなくて、どっちなのかなと思ってるんですけど、はじめかれいのどっちかかなと思いつつも、でももうね、1話とかでも亡くなってる人がいたりとか、君だけじゃないからこそちょっとそれは不思議で、なんで僕らでそっちは多数で君っていうちょっと一人っぽく匂わせてるのかってのは不思議ですね。でも考えていくのは楽しいです。なんか最初は僕らがレイとはじめで、君がリナだと思ったんですけど、こういろいろやっていくうちに、もしかしたら僕らがレイとリナで、君がはじめなのんじゃないかなっていう気がしてきました。でそれもなんかそんな恨みとかそういうので殺したんじゃなくて、なんかはじめっていろいろ過去にあったじゃないですか。なんかそういう本当に命のを殺すとかそういうんじゃなくて、なんか過去のそのはじめを殺すみたいな、で新しいその生まれ変わったすっきりしたはじめとして、またはじめさせてあげる、はじめをみたいな意味なのかなってちょっと思うようになってきたんですけど、どうでしょうか。内側だから塗ってんの、染みてはないんだよ。いや、染みてるはずだよ。だって腕がやっかいことになってる。もう中まで、ああちょっと見てないです。大丈夫だったな。よし、しゃ、帰りますか。
疲れ様です。そうですね。まあまあいいんじゃないですか。まあ僕もレイをやらせてもらってる以上、あのジン君だったりとか井桁さんだったりとかに今日聞かれるんですけど、まあまあまあいいんじゃないですかって。別に知らなくてもいいことだし、まあまあまあ知ってる人だけが知ってる。まあレイとして、あのまあ回想シーンがあるんで、あの回想でどれだけの人がレイの秘密を理解してくれてるか、理解してくれるかっていうのはすごいあると思うんで、ぜひあのレイルはじめ の幼少期時代がどんな風になるのかすごい楽しみですし、まあ、そこでどれだけ読み取っていただけるかにかかってるかなとはすごく思いますね。こんにちは、亀井優真役の古川剛です。僕らが殺した最愛の君、本当に面白い作品になってるんじゃないかなと思います。こう謎がどんどん謎をこう深めていくというか、最後にどんな結末が待っているのか、皆さんのその目で確かめてほしいなと思います。僕らが殺した最愛の君、皆さんぜひ楽しんでください。